はい、どうも、CGB です。本日はですね、大川神経バランス整体院さんに、今日は来ております。横浜市ですね。というわけで、今回は大川先生に入っていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回あの、三宅さん、アクティブルームの社長の方からお話しいただきまして、肩の方を治療していただいて、よくしてくれるってことなので、ぜひともよろしくお願いします。よろしくお願いします。本当に悩んでて、肩って、もうずっと痛いんで、ちょっとこう、どんな感じかちょっと、見ていただいて、治療の方、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ早速、徒手検査から。はい。これで痛みが。それ痛い、すごい痛いですね。今、どのあたりが痛いですかね。中ですかね。中ですね。はいはい。あ、近く。これここの辺チームですね。あ、こっちですね。こう上げると痛みが増えます。これは痛みが増えます。大丈夫です、ね、はい。じゃあ前慣れしてもらって、はい、トレーニングでちょっと押すんで耐えてください。はい、これ痛み出ます。あ、はい、じゃあ今度小指上で、はい、あ、そこ、ここ、ああ、はい、はい、じゃあ今度上向きで抜けていただいて、はい、はい、はい、これ後ろ、このぐらいで痛みが出ます。痛いですね。うん、結構ストレッチとかもされてるんですか。ストレッチあんまり投げなくなってからやらなくなりました。なるほど。その辺考えますか。このあたりもそうですね。え、今まであんま触られたことないですか。ナイスナイスナイス。そしたらちょっと鼻から大きく吸って、鼻から大きく吐きましょうか。ちょっと繰り返しましょうか。大きい怪我と他にありました、過去。右足首全体損傷ぐらいですね。なるほど。氷の冬で。氷の冬一番走んなきゃいけない。ああ、はい。冬のトレーニングの。そうですね。走らなきゃいけない時に。走れなかったんですよね。これ痛いですかね。あ、それ痛いっすです。え、ここ、痛いっすね。痛いっすね。もう触られても痛いっすよ。ちょっと。これ多分最悪なこと。やばいっすよ、俺。これやばいっす。やっぱここの硬さもその肩の、はい、痛みが取れない一つの原因になってくるので。触られたことないですけど。ちょっと下めの投げてもらって、はい、このぐらいだと投げれちゃう。全然投げれます。なるほど、はいはい。もう一回いいですか。ありがとうございます。短い距離だと投げれて、遠い距離投げれないって不思議じゃないですか。不思議する。めっちゃ不思議なんですよ。あの、やってること一緒じゃないですか。不思議です。理由がちゃんとありますんで、その辺のお話をしながらお願いします。結論から言うと、僕たちって人間になる前動物の端くれにしか過ぎないので、はい、なぜ痛みが出るかっていうと、不安恐怖なんですよ。不安恐怖、はい、頭のあれですかな、気持ち的な。そうですよね。ああ、だからこの距離だと安心感があるんで、動物は不安恐怖感じた時に筋肉固めることしかできないので、硬くなった時にズキンってくるんですね。だからこの距離だと安心感があるので不安恐怖がないので腕振れるんですけど、そうですね、距離が離れると要は怖さが出るんです。で、これここじゃなくて首から下が固めてるレベルの話なので、はい、頭で俺は怖くないって思ったとしても、体レベルが不安恐怖を感じてるとグッて硬くなるんですよ。体が不安恐怖を感じてるうちはストレッチやっても柔らかくならないんですよ。多分ね、ご経験あると思うんですけど、ストレッチいろいろやっても翌朝には多分戻ってるじゃないですか。戻ってます。だから多分やらないと思うんですよ、はい、不安恐怖が体にあるうちはどんなにストレッチやっても戻ります。襲われそうな時に筋肉柔らかくしろって無理じゃないですか。あ、そうですね。何もない状況下でも実は体がそういう状況下、それを外していくと痛みは取れますので、で僕がそのやる手技とプラスでちょっとそのトレーニングをやっていくとどんどん取れていくと思います。わかりました。はい、お願いします。はい、でまずじゃあ右肩上で横向き寝てみましょうか。なんかインナー鍛えたりとか。そうですね。一番弱い背中でこう、はい、やったりはしますけど、最近はやってないですね、やっぱり。多分チューブトレーニングをやるとその場は良くなった気になるんですけど。そうですね。痛み増えちゃうんです、実はあれやるの。え、本当ですか。はい、人によるんですけどね。チューブやって悪くなる方とチューブやって良くなる方、肩というか人ですかね。それを見極めてやらないと。で、それはさっきお腹を押して分かるので。何ですか、はい、お腹とここを押して、その人がそのやっていいものなのか悪いなのか。
はい、はじめさんの場合は、どちらかというと固めるのは上手なので、あんまりこうチューブトレーニングやっちゃうとどん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 硬くなっちゃうので。なるほど、やらない方がいいんですね、うん、なるべくこれ押したりはしないですよね。あ、もう何もしないです。で、何の治療だろう、すごい今その神経のその伝達を、要は不安恐怖でリンクしちゃってるものを変えて作業ですね。今まだ動きが小さいんですけど、はい、どんどん勝手に大きくなってくるので。マジですか。はい、今まだこれ上に行くの嫌がってるんですよ、体が。本当ですか。うん、さっきより広がった気がします。うん、そうですね、引っかかりが消えたような気がします。かかり、そうですね、なんかこの辺ですね。そうですよね、うん、これが取れないと多分投げてて痛いので。へー、うん、わかる。全然違う、最初と。嘘、上に上がるときにそんなに上まで上がってない。もうちょっと広げてあげる。肩だけでも動いてダメなんで、はい、肩甲骨とこう連動して回るようにすると、自分では動いているのか動かされているのか多分ちょっと不思議な。不思議ですね、分かってないです、これ。もうほぼもう慣れてるだけなんで。そうですか。ここで神経が伝達良くなると自動運動が、これ自動なんでこれ回ってんだろうとは思ってます。ある程度この通りを良くしてあげた状態で、ちょっと上向きで寝てます、はい、これさっきここで痛がってたとこなんですけど、痛くないです、ね、今は大丈夫です。痛くないです、痛くないです。でもうちょっと可動域を広げてみます。平気ですね、うん、もっと遠くまで行ったら痛いかな。うん、そうですね。これがしならないと絶対痛いんで、はい、特にピッチャーは。で、野手でこうスナップスローだけだったらどうにかなっちゃうんですけど、ね、ああ、そうですね。これ今若干腕がもぞもぞ動き始めてるんですけど、マジですか。これ僕は動かしてるわけじゃなくて、え、体がそう動きたいんですよね。マジですか。それに僕はただついてってるだけ。え、ただここは動いて、これ痛いよ。痛いです、うん、鎖骨の付け根で強鎖関節ってとこなんですけど、はい、この動きが悪いので、ね、ちょっとここ連動させながら、あの、まあ、正直あれもうちょっとやってほしいなと思って。日頃の恨みが。これをあさやれ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 やばいやばいやばい、これ全然押しないですよ。でもマジっすか。もうでも このぐらいです。マジっすか。痛くないです。超痛い。弱点を見つけた。弱点を見つけた。やめろやめろお前、触らせない。ここで投げれてないんですよね。あ、中心今ここがあの何ですか、テコの中心に投げちゃってるんで、はい、これがロングアームだろうがショートアームだろうが流行り、最近はショートアーム流行りじゃないですか、はいはい、ここ中心に投げてればどっちでも正直いいです。はい、オリックスの山本さんが、はい、ね、なんかアーム式だってよく言うんですけど、そうですね、ここで投げれてるんで、で、ここで投げれてる人ってこれ押しても全く痛がらないので固まっちゃってるんで。そこをじゃあ強化とかは使えてないってことですか。まあ簡単に言っちゃうとそうですね。はい、よし、今度座りましょうか。はいはい、はい、これ今腕かなりしなってるのかな。そんな感じしなかった。多分本人も気づかない。結構いってる。普通だったら痛いと思う。さっきこの辺りで多分、うん、いてーってなったと思う。今まで通ってなかった神経があの通り始めてるんで。あ、そうですね。今まで使ってないところが今もう全部起こしたり。あ、本当ですか。はい、目がめっちゃきつい。全体が使われてる。はい、ちょっとこの状態で一回多分投げると、もうこれだけでもほぼほぼ皆さん痛み取れるので。ちょっとね、この距離で痛みが出せないんで、あれですけど、まあ、投げた感覚が全然違うと思うんですね。はい、手抜きを。はい、します。確かに。そうか、なんか変な、変な感覚だもん。うん。どうなんだろう、どうなんだろう。ちょっと分かってないですね。こんな感じか。感覚が多分、今までとちょっと変えたので。そうですね。うん、さっきのあの辛さが今で入った、はい、まで今どうです。上向きで寝ちゃいましょうか。はい、もうすごい、さっきめちゃめちゃ痛い。実は可動域が広がってるんです。で、次の段階ですね。ちょっと今度はトレーニングというか、まあそのリハビリも兼ねて、はい、鼻から吸って鼻から吐く、
っていうのをちょっともう一回言っていただいて、はい、でこの際にここだけがすごい膨らんでる、一回大きく離れます。ああそうです。分かります。はい。でこれって体のその本能レベルで言うとこれから戦えますよっていう呼吸の仕方で、はい、でそれってもう安心感実はないんですよ、その呼吸をしていると。はい。いや不安恐怖を煽る呼吸なんですよ、はい、でこの状態でいると確かに動けて戦えるんですけど体には安心感与えられるので要はリラックスが実はできない。あでイメージは鼻から入れてお腹と背中が膨らむ感覚です。普段多分こっちで呼吸しちゃってるんでこれが苦しいんですよ。苦しいです。超苦しい。大事な場面で緊張して動けなくなるのか緊張しながらも動けるかっていうのはこれ見れば大体分かっちゃうんですよね。お腹に空気入る感覚ってなんとなくちょっと感じます。うん、よしよしよし、ちょっといい絵が撮れるのです。ですか。ちょっと痛いですよ。ですあーあーすっごいやばい。痛いですよ。痛いですよ、痛いですよ、ね、変な痛い。これで顎を上げてもらって口でで繰り返してください。システマよ。これ痛みどんどん増えるの分かります？増えます。これ今同じずっと圧で押してるんですよ。これ多分めっちゃ痛いなで顎引いてさっき言ったお腹を膨らませられるように鼻で吸って吐きましょうか。これだん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 痛み抜けてくるの分かります？抜けてます、抜けてます。あの柔らかくなる感覚。はいはい、 OK です。すげえ。すげえ。すげえ。なんかじわじわ温かくなって、はい、ああそうですそうですそうです。ですか。はい、こっちで呼吸が動いてくると体安心感感じるの で、はい、で安心感感じた瞬間全身の力って抜けるんですよ。はいはいはい。頭で力抜こうって思ったら絶対力入っちゃうんで体を変えないと抜き方っていうのが、マジか、はい、抜き方すごい。でってことは呼吸一つだけでこんだけ硬さって変わるんですよ。でちょっと立ってみましょう、はい、今の呼吸を忘れずに、はいはい、今までそのやったことないやったことないです、まあ、リハビリになると思うんですけど今のはもうその体に分かってもらうためにわざと痛い行為をしたんですけど、はい、野球選手なので肘を伸ばした状態で、はい、できるだけこのリリースの位置で肘を極力伸ばした状態で手はなるべく離さずこうくるっと回ってみましょうか。はい、こうですか。はい、そうです。反対回りです。ありがとうございます。今度左腕でやってみましょうか。どうぞ。はい、あ、こっちの方が回ってます。今はそうですね。まだ右の方が本当に右やっていただいていいですか。多分もう引っかかそうな人。これでしょ。反対。まだきついですよね。今ピリってきました、うん、左だと今スムーズに回ってたんです。回ってました。右だと引っかかる場所があるじゃないですか。あります。でそれって動物の本能的にそこに不安恐怖感じてるんですよ。だからそれをさらに変えていくやり方で、で例えばこう曲がってて人にもよるんですけども、例えば肩が引っかかるのかこの肋骨が引っかかるのか腰が引っかかるのか人それぞれなんですけども、はい、あ引っかかったなと思ったら先ほどやった鼻から吸って口から吐くお腹背中が膨らむような呼吸の方で引っかかってるのを溶かしてあげるイメージですね、はい、不安恐怖感じなくていいんだって体が、認識するのでそうするとふにゃって抜けてくるので全部外していくんですよ、この一周を、はい、全部ツルツルにしてあげる、引っかかりがなく回れるようにしてあげないと、でなんとなくなんか溶けた感覚になってきたら次のフェーズに、はいはい、どんどん回っていって、はい、そうですそうです。そしたら一回ブレイクしたい。はい、やばい、調子が調子がやばくない。これ締めた。いや、もう自然と。そうです。やばいです、今。超締めた。で、もう一回ぐるっと回ってみていただいて、はい、引っかかりがあると思います。締めた。いきます。はい、ここから。
あれ、さっき記憶しびれた。あれ、しまってない。今度逆回していきましょう。はい。あれ、引っかかってない。あ、ちょっと痛かった今、うん、痛いところがあったらそこでまた止めていただいて、うん、あっていうところ。あ、そうそうそう、あ、あるそこ、ほら、あの時にこ、はい、安心する。そうです、完璧。おお、もう一回ぐるっと回ってます。いきます。それでまだ歯が、あれ、なかった。うん、外れました。もう一回ですか。いいですか。森なかったね。血みたいな変なのがなかった。さっき出す、割ったはずだ、割ったはずだ、割ったはずだ、ないです。これです。マジっすか。今の多分あがあると投げたら絶対痛いんですけど、そうっすね、これを全部ツルツルにしてあげると。マジっすか。はい、まずはこれ一周両方回ったら、今度は肩をいろんな方向に動かして、はい、ここで引っかかりがあるかないか、どっかで。あったらそこでまた。あ、そうですね。この時に多分、気に硬くなって、またここで。はい、行きましょう。気持ちよく感じるんですけど、なんか回んねえなみたいな、その差だけなの。このお腹の呼吸は何でも、だからストレッチも全部あれをやらないと、はい、そうですね、あんまり変わらないよね。そうですね。痛みないな。え、何？全然上。嘘？マジですか？いや、上痛かったかな。上がってる？マジで？マジですよ、これ、こうだよね、俺ね。こっちだよね。こんな感じですか。終わりです。全然違う。え、すごい上がります。はい、ありがとうございます。すごいな。ありがとうございます。なんか自分の家でもできそうなトレーニングも、はい、そうですね、もう今のそのテンポをとにかく徹底してやっていただくと、はい、チューブも、こういう、なんていうんですかね、こう極端にこうやりながらこうやると、どんどん硬くなっちゃうので、はいはいはい、で、硬くなると、安定感は出るので、その場楽になった気はするんですけど、はい、いざ投げると痛いんですよ。だからもしああいうのをやるんであれば、このお腹で安心感を与えながらトレーニングをしないと、どんどん悪くなっちゃいます。そうなんですね。はい、そのやり方一つ変えるだけで変わっていくってことですね。はいはい、そうですね。で、あとはここですね、この首元、これ多分さっきより痛みが痛み減ってますけど、うん、ちょっと痛いです。まだ痛いですけど、痛いですけど、うん、これも普段ご自身でよくこの辺りとかほぐしてあげると、はい、この神経の伝達の流れも良くなる、そういうのもやってあげるといいかなと思います。わかりました、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。いや、めちゃめちゃちょっと楽しみです、明日試合なんで。まあ、そうなんですね。え、どうでした、見てて。いや、まず苦しんでるのが最後に押されたら全然苦しんでなかったし、肩のさっき壁ついて回るやつとかも呼吸やった後だったら全然見てても動きが違うなっていう、はい、時間というか、はい、長い時間やられてるんですか。あ、そうですね、はい、もう完全予約制なので、まあ、ご連絡いただいて予約取るんですけど、そこで時間は
相談して、あ、あの、はい、はい、大丈夫です。ごめんなさい、あの、そんなにたくさんの方が、はい、いただいてますね。遠くからも来てますよ、多分ね。そうですね、って感じ、はい、めちゃめちゃ巨人の選手も、はい、すごい今日来られてます。すごいなぁ。あれ、ホームページありますよね。ホームページあります。はい、じゃあホームページ、はい、あの、の中に、はい、予約のあれってありますかね。あ、あります。あります。はい、予約フォームが、あ、分かりました。公式の LINE がありますので。分かりました。じゃあそちらの方から連絡をして、はい、肩痛とかね、あの、はい、他、体に悩みがある方はぜひとも通ってみてはいかがでしょうか。はい、もうめちゃめちゃ良くなります。ちょっと明日のちょっと野球にちょっと、あの、楽しみですね。明日の野球ちょっと投げてみて、はい、どうなるか楽しみなんで、またぜひともよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、この動画はチャンネル登録とコメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。ありがとうございました。あ、めっちゃ可愛いですね。え、それだけでわかるんですか。マジっすか。マジっす。え、これもこれで投げてるんですか。あ、サイズローなんで肩を上げてないんですよ。え、今ポジションどちらになるんですか。まあ、ピッチャーやるときはピッチャーで、あー、はいはい、キャッチャー。まあ、そうですね、最近はキャッチャーで。普通前は上からだったよね、前は。肩痛くなってからサイドにしだしたんですよ。これ今こっちまで上がる。これでもまあ硬いんですけど、ここしか。え、マジっすか。嘘だろお前、そんな。これでいいね、そういうの。これ、え、痛いですね。ってことはこれ腕絶対上げて投げれないんです。あ、そうですね。で、上げようとするとインピンジメント起こして痛い。僕の方がまだ良かったのか。じゃあ軽かったですかね。でもどっちもどっちもですか。良くはないです。僕とか彼みたいな、はい、症状の人結構やっぱ来ますか。あ、そうですね。多いですか。多いです。みんなやっぱり良くなって、はい、プレーもできるようになって。そうですね、はい、多いですか。多いですね。よしよし。あ、全然違う。痛み感が全然ないです、うん、でもこの状態で投げると全然痛みが取れてるで、多分一緒なんですけど、うん、あ、絶対痛い。あ、痛い。ちょっともっとお願いしていいですか。でも本当にこのぐらいですよ。マジですか。マジもそうなんです。あ、そのぐらい良くない。固まっちゃってるんで。言い訳、言い訳。今ちょっと、今上げると腕も上がりやすさは多分違うと思う。あ、全然違う、うん、で、これやっぱ、はい、痛いと思うと炎症が起きてることもあるんですか。炎症が起きてることも、あ、そうですね、炎症は当然起きてるはずです。はい、普通に炎症とかなしで普通に神経だけで痛いのかなっていうのが、はい、その神経が炎症することもあるんですね。投げた後のケアはどっちか必要は必要。あ、必要ですね。はい、なるほど。ありがとうございました。ぜひやってみてください。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、あいしょー。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破。皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。